はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化街道高校ですね。今回は野手でやっていきたいと思います。ちょっとデッキの方から見ていきますと、こんな感じで来てます。で、前回のガチャで手に入れた、トシ君を入れてますというのと、あと強化街道のね、特性として得意練習がね2種類になるということがあるんですけれども、ちょっとこれは、練習の方で見ていきましょうか。新島ちゃんもともと打撃なんだけれども、打撃と筋力2種類目はねランダムになります。で、雷がメンタルと、守備、他はで赤原が、打撃と肩、能見さんがメンタルと打撃で、何ないか筋力とメンタルと、いったような感じになってます。で、このようにね、イベキャラに関してはみんな得意練習が2種類になるんですけれども、もともと2種類持ってる人たちっていうのは別に増えることはないんで、ちょっとね、そういったキャラはタックのパーセンテージが低かったりするので、まあ、ちょっと損かなと。で、特に一番損なのは野手でも投手でも使える、キャラに関してももともと2種類持ってるんで、野手の得意練習1、投手の得意練習1っていうカウントになるんで、もうこれは、入れる意味はほとんどないですね。まあ、得意練習2種類持っててもやっぱりね、虹谷は普通に強いと思います。虹谷はね、全然入れていいキャラだと思うんですけれども、まあ、あとはちょっとデッキと相談しつつというところですね。で、こっちに戻ると、今回のコンセプトとしては一応精神で回復して、ブレイクスルーを狙いながら、まあ、練習をしていくというような感じですね。で、得意練習は1つのキャラを入れてて、彼女枠では新島ちゃんを連れてきてます。まあ、新島ちゃんもね、さっき見た通り得意練習2種類になるので、まあデートしたりすると下がっちゃうんで、ゲージが選手兼彼女キャラがいいかなとちょっと思って、今回連れてきてます。で、筋力要因が7いて、赤原はねイベント回復系が多いんで、結構練習を続けてできるかなというところで入れてきてます。まあ、そんな感じでちょっとやってみましょう。まあ、これも別に街道強化ねアプリの方でも大してやってないんで、ちょっと立ち回り方とかいまいちなところはあるかもしれないんですけど、まずは新島ちゃん、そうだね忘れてた、友達スタンプを使ってちょっとまずは新島ちゃんの評価を上げていきますか。臨床系がね多分稼げないと思っているので、一応走塁アピールにはなってます。新島ちゃんでいいよね、もうとりあえず。 あと3回練習とかもね強化されてるはずなんで、これはねチームメイト評価上がったりするんで、序盤は積極的に狙っていっていいと思います。メンタルを見てみるか、7位か。メンタルのレベルとかもね上げておきたいんだよね。なるべくまだブレイクスルーゲージはないけど、早いなコンボ。そう、能見さん PSR の50借りてきてるからね。どっちにしようかな。真ん中でいっか。一番下はチームプレイ丸とかだったから、ちょっとそんなにいらないかな。新島ちゃんの告白が間に合ってくれればとりあえずはいいんで、コツが来てるね。能見さんのコツか。能見さんもねいろいろコツ持ってるからもらっておくか。赤原の強化も上げられるし、まあ、なんで今回特にねなんかこういったキャラを作りたいみたいなのは考えてないんですよね。ここもどうしようかな、一回メンタルやっとこう。赤原の強化も上げられるし、雷の金徳1回目はね回復しないんで。で、そろそろブレイクスルーが来るんだっけ。能見さんか、新島ちゃんがいるな。ちょっと新島ちゃん優先でいこう。いやー、コーチさすがよ、特製おにぎり。で、初回3回狙っていきますか。まず新島ちゃんがいるところにして、あとはもう守備2回だな。監督評価も上げられるし、ちょっと無理くりいくか。喧嘩は減るんだよ体力が。赤原いいとこつ欲しいな。スカウトさんしかいない。いや、やっぱりちょっと新島ちゃんだな。
ここでも体力減っちゃうしね。一回は起こしておきたいよな、赤原。新島ちゃんまだか。ただ赤原ミントコツは美味しいからね。やっぱりチャンス。メンタル、能美さんが来てるね。いいね。2回練習して無理くりブレイクスルー使うか。じゃあ打撃、能美さんの打撃か。肩、肩って誰かいたっけ。誰かの2種類目で持ってなかったっけ。あ、トシ君、そういやイベントちょっと変わるんだよね。あ、赤原いいね。ここで回復してくれる。いや俺赤原はね、海道高校かなりいいと思うんだよね。で序盤はなんていうの、そんなにすごいタックが来るわけじゃないんで、ブレイクスルーどうしようかなと思ったけど、肩がそもそも 0% か。やろう。最大まで溜まった。これ練習メニューでいいかな。結構ポイントもらえるよね。チームメイト評価も上がるし、彼女キャラ入れてれば彼女評価も上がるんで、まあ、うまくいけば2回くらい起こしても全然いいと思います。なんかしょぼいんだけど、これね、評価が溜まってなくてもね、得意練習のところにいればタックが発生するんですけど、誰もいないってことだよね。じゃあもうそれは気にしないで、気にしないで雷の評価上げるか。一回寝よ。ま、7位はアーティスト取っていきます。お、いいね。メンタル、能美さん、さっき流し打ちをもらったんだっけ。流し打ちは掴んでおきましょう。ほい、ポイントが違うからね。こっちか。もう11月の4週だからな。休むってどうなの。ちなみに全然やんないんだけどさ、休んでみよう。評価はさすがに上がんないか。まあ新島ちゃん乗ってはいるからね。能美さん、能美さん結構タック来るね。なんか知んないけど。よし、逆境、逆境も潰しておけば7位のコツとかぶってるんで。そして赤原、いやいいよ、ほんといいよ。ちょっと忘れないうちに逆境を取っておきます。んー、2回目やろう。3回練習しよう。一応のみさん、のみさんまたまたタックですか。監督評価も多分順調だね。お、また回復してくれる。お、告白も来た。そう、解放状況がね、こっちプラゴなんで、あの通常の新島ちゃんにしてます。よし、やろう。そう、例えばとか言われてもわからん。適当に守備、筋力なの。まあ、守備がね、直上げされるんだけど、12月の3週か。ここは体力を回復する必要はないので一番下でいきましょう。まあ、無事新島ちゃんも、彼女になってるんで。能美さんとか本当なんなのこの人。まあ、ちょっとコツを狙いに行きます。赤原、まあ、体力もね減らしつつといったところでリベンジ。でこれもまた狙えそうだな。意外に3回練習がいける。敏捷がやっぱり全然足りてないわ。ちょっと消化のために E までも上げておこう。ポイント消化のために揃えるか。総力は D、 肩もで、サードだから守備あんまり必要ないんで、ゲマジで敏捷が全然足りない。何やってたんだっけ。筋力か。あ、トシ君総力か。
君の総力一応筋力ボーナスはつくか。ここどうする。何気にチームメイト評価も重要だからね。大吉が出てくれれば体力は全開するはず。よし、チームメイト評価上げて、ここで大吉を。どうだ、中吉か。まあしょうがない、ただいけるはずだ、問題なく。これ3回練習ゲ赤原しかも打撃3人いるのか。もったいない気がするけど、ブレイクスルー使っちゃおう。いや、これもったいなくないはずだ。お、ほらほらほら、全然もったいなくないよ。リベンジは取っちゃいましょう。チャンス潰すか。キャッチャーの可能性もあるけど、リベンジどこだ。追い打ちとか直撮りしていい気がするな。よし、どこよモブくんが3人目にいた。ミート、よしよしよし。あ、トシくん、そういえばどうしよっか、威圧感狙う。民間療法試して体力を回復します。お、いいね。新島ちゃんダブルタックか。薬師寺が乗ってないね。いや、ガチでさ、敏捷ポイントだけないんだけど。で、ここも回復だよね。だから3回練習した時に何の経験点がもらえるかっていうのは把握しとかないといけないんだよ。で、足りないところを埋めていくと。あ、今回はね、精神ポイントとか全然足りるはずなんで。敏捷だね、じゃあ。まあ、こっちだったらこっちでいいでしょう。で、選択肢が出るから分からん、もう調べるのめんどくさい。クエスト次までに、やった、敏捷ポイント200も上がった。そうか、トシ君入れてるからか。そして赤原はまた回復してくれると。いや、いいよ、俺ほんと赤原はね、いいと思う。で、で、技術がまた余ってきたな。 D まで上げとくか。なんだかんだで技術は余りそうだな。で、全部で何回発生するんだっけ。5回とかだっけ。3回練習は、まあ、みんなのね、イベントが終わっちゃったらそれで終わりなんで。どうしようかな。なんかちょっとどれも微妙な感じはするけど、トシ君、そうだね、印象足んないからやるだけやるか。デートしてもよかった気がするけど。ノミさんの筋力が終わると、ほら、いけ、オッケー。コツ赤原か。キャッチャーの可能性があるけど、7位パワヒとか掴んでないんだよね。次がバレンタイン。ノーミさん、これ上の人が来るのかな、よくわかんないけど、ちょっとそういうのも今後は気にしてやってみよう。コツが被った時にどっちが来るか。あと街道はね、合宿もあるんで。筋力はお一人か。どうする、悩む。3回練習を狙いに行くか。え、でもさ、ちょっと待ってね、次1回練習したらその後合宿だよね多分。だ、ここでブレイクスルー使っちゃってやっちゃって、新潟ちゃんとデートして体力を回復して合宿に臨もう。あ、そう、これどうしよう。イベント内容ちょっと確認しますと思ったら、これあれじゃん、普通のイベントじゃん。一番上が盗塁アシストで、力みなぎる、力みすぎるか。力みなぎるとか言ってるし、
力みすぎるなよが、冷静で、一番下が成功と失敗があって、成功すると経験点がかなり入るけど、失敗するとトシ君の評価とやる気が下がる。冷静とか別にいらないからな。経験点的にはこれだな。どう？アウトって言ってもダメっぽい。そうで、ここで合宿が来るんで一応ちょっと見とくか。トシ君のコツか、まあやりたいよな。赤原のコツもやりたいよな。デートもね詰まるんでデートしよう。ゲージがね溜まってない時にデートしちゃいましょう。ノミさんはこれで完全にイベントが終わったか。いやすげえ経験点だな、やっぱり PSR は。守備か、あーこっちだな。ほとんど技術と精神変わんなくねえか。おまけでさ敏捷がついてくるっていうけど、一回メンタルやってあとは練習しよう。結局この回復も無駄にはなったけど、ちょっと待って、ここはコツがいっぱいいる。赤原、うーん悩むな。トシ君にしよう。パワーヒッター系が手に入ってないからね。そりゃトシ君さ、なんか金徳持ってるとさ全然コツくれない説があるんだよね。そういえばやった、体力の上限が上がった。新島ちゃん一人カタか、いや高杉君と草野かダブルダックになってんな。どっちかっていうとな、敏捷欲しいんだけどな、変わんないか、まあ、スカウトさんもいるし。この練習が終わったら試合前にちょっと技術をさばかないとね。あメンタル、ここあー悪くない。キューパーはいいでしょ、やってキューパーはやっていい。コツをくれ、打球伸びか、あいいね、技術さばいちゃおう。このさ三軍コーチってさ普段何してんの、誰かしらはここでなんかトレーニングしてんのかな。ちょっとあんまり、一応自分の打席プレイしとこう。これ負けると終わりだからね、あんまりメジャー詳しくないんでよくわかんないっす。100ヘッド取っちゃおう、打球の秒取っちゃおうか。ほいほいと、で打てるように CC には持っていきますか。よし、あとはちょっとミートコツが来るまで少し待ちましょう。カイドウはねこれ負けると終わりっていうところがね悲しいよね。さすがにここで負けるともう動画にならないんでやばいんだけどさ、何なの、しかも眉村になってるし。1点、もう1回攻めて、おもう1回どころか、うまくいけば2回は回ってこないか、勝ってれば2回回ってこない。あーあーフォークか、もう眉村あれがないじゃん、スタミナが。こいつポーカーフェイスだからな、もう絶対ないでしょスタミナ。お回ってきた、めっちゃ打ち込まれたんだな。大活躍。これはさ江頭さんだっけ、文句言えないでしょう、こいつ一体何者だみたいな。でしかもさ使えよって感じだよね。あいつ3打席連続でホームラン打ってる、今後はあいつを使おうみたいなさ話になるでしょ普通に。いやまあどうでもいいんだけど、トシ君コツくんねえわやっぱり。で体力ないからブレイクスルーを使っちゃおう。でデートを消化していく。あここいいね、肩とかで固めるのもなんか悪くなさそうな気がするな。肩を固めてでに、おお出た闇都市、これだこれ。再会の兄弟、
無理しなくてだとイベントが終わっちゃうから、こっちかで次で分岐する感じね。うん、まあ無理だね。ちょいと体力がマックスになるまでデート進めちゃいましょう。3回くらい行くかな。ゲージがねないうちに回復しつつデートを進めていくと。満塁男ってゲッやられた。骸骨取れないよねここは。うーん、技術が溢れそうだな。7位のコツが来た時はちょっと追いますか。皮ひも広角も取れてないからね。さすがにアーティストの自画撮りはきつすぎる。300いくつとかだったっしょ筋力。もう一回デートしよう。もうこれはとコツだけ見る。トシ君か、トシ君マジでコツくんねえがんな。コツくんないからデートを消化しちゃいます。でまた練習していきましょう。でまた7月あたりに1回デートすればそれでいいでしょう。とあとあれか、ブレイクスルーを甲子園で使わないといけないんで、それも考えとかなきゃいけないからね。まあタック優先でいいかな。うん、特にって感じだから。待って、本当に技術があふれる。ビーマ投げちゃうか。あとなんかある？打球の伸びは取ったからね。初球とかこういうのちょいちょいしたもの潰していくか。恐怖の満塁男って骸骨はないよね。ちょっとわからん。ラッキーボーイも取っておこう。ささやきか。精神なんか意外に精神足りてねえな。よし、こんなもんか。とりあえず600くらいまで下がった。いや本当にさ、タッグだらけだな。片桐君ってさ、なんでこんな、あ、1年生だからか。1年生だから評価低いんだ。なるほど、そういうことか。多分監督の評価も全然大丈夫でしょ。じゃあやっぱ守備だな。薬師寺とかまだ3回練習来てないよね。ここか。暖かいだと今回は捕手以外なんで精神的支柱が確定でもらえると。男なら威圧感、そうだな、男なら試合で勝たれ。ちょ、これさ、あれが分かんないから見よう。俺たちはなんだ、球児だろ。試合で語ってやれ。場を作ってやる。なんかギブソンに似た感じのイベントの進め方で。バッター、これ絶対失敗したよ。ごめん。体力下がんのかい。やる気も下がんのかい。ろくなことにならなかったな。いや 25% とか無理なんですけど普通に。ブレイクスルーゲージ的には大して溜まってねえな。デートしちゃうか。いやでもここまで溜めるのも結構大変だからな。いや25は無理。ゲージを貯めていこう。やっぱりコツ7位か。これはちょっとやろう。コツをください。とりあえず広角打法、よし潰そう。ちょっと体力が厳しくなってきたな。雷もな、まあ、うまくいけばパワーヒッターくれるんだけど、やっぱり7位だな。安定して取れそうなのはメンタルが続くね。しょうがない。やられた。走塁1人、守備ダブルタックにはなってる。どうする。もう一回練習して次、で7月の頭あたりから練習し始めれば多分間に合うから、回復してね。メンタルじゃねえかよ。
タル使っちゃうか。メンタル使っちゃうのはもったいない気がするんだけど、いや、ブレイクスルーしちゃおう。ほい。若干精神足りてない感があるからな。まだ補給とか全然上げてないしね。で、ここら辺から待って、一回デートを挟もう。で、7月の頭から練習し始めて、8月中にブレイクスルーが使えるはず。あ、内角とか取ってなくね。コツだな、そうすると優先するのは。トシ君かよ。悪くないね、ダブルタックだから。一応狙う？コツ。ダブルタックを捨てたんだよ、俺は。おお、くれた。一発逆転。あ、そうだ。ノゴロウ君とかジャイロボールマジで打てねえかんな。久々すぎて。打てなさそう。ちょっとこれを C にして、肩は必要。で、守備が実は必要なかったんだよね。サードだから。でも一応多少守れるようにしとくか。で、本当は肩が欲しいから、筋力と、敏捷ポイントがもうちょっと欲しいな。だ、技術がちょっと溢れすぎてんだよね。ここら辺も、まあ、得意練習のね、2種類目が、もう何になるかっていうのは、本当にやってみないとわからないからね。そうすると、まあ、7位、コツをくれてないからな。肩ちょっと集めてやってみるか。ほい。あ、そっか、ここキャッチャーとしくんか。相当強えな、そうすると。あと試合経験点ボーナスも結構乗ってるね。コツはどっちだ。これまた能見さんが来そうだな。3回練習いけるよね。3回練習にするかコツにするか。ここトシ君の、いやー、これはやりたいけどさ、技術がだから溢れるんだって。ちょっと一発逆転取っちゃおう。赤原はもういいか。どうする？これ回復できるんだよね。阿久津でも回復できるからね。いや、すっげえ悩む。ちょっともったいないけどこっちにしよう。そう、こいつはね、回復してくれるはず。チャンスのコツはもう取っちゃったか。でも技術とかさ。人を何だと思ってるんだ、江頭。いやー、マジで技術余りまくってる。これは編成をちょっと失敗したか。大量の技術余りだな。守備職人自画取りするか。打球伸びも、まあ、結果論だけど自画取りはできたね。ここまで技術が余るとは思ってなかったからな。お待たせいたしました。まあ、今回はただ2アウトランナー1塁という場面で宇都宮分かったこともあったからね。すっげえ、超打ちづらい。ちょっと待って、普通に打ちづらいんだけど。こんなんだったっけ、ジャイロボールって。投げました、インコース。ジャイロボール外れてボール。投げました、打った、これはいいや。オッケーオッケー。ジャイロボールしか持ってないっていうところがね、攻めてもの救いだよね。攻撃に入ります。先頭バッターは宇都宮。ちょっと着弾点がそうずれるんだよね。投げました。いや、伸びていった。なんとかヒットにました。6回の裏、海道攻撃に入ります。この回の先頭バッターは宇都宮。え、コブって何、誰が持ってんの。コブしてるんだけど、一番右の徳の。投げました、危ない球。第3球をコブってキャッチャーか。そうだね、キャッチャー用の徳のだもんね。キャッチャー誰か知んないけどさ。
ノーアウトランナー二塁という場面で宇都宮初球を取りました。ランナー二塁に戻ります。まあ、とりあえず勝った。いやもう技術使えんよ、絶対さばききれないよ。コーチってもうここら辺に来るとさ、なんかやってくんないかんね。総理だな、コーチよ来い。起きたしかも特製おにぎりだ、超ありがてえ。これだと1回練習すればブレイクスルーが使える。能見さんの方のコツか。雷、意外に精神も足りてない、筋力も足りてない、技術は余ってる。ダブルタッカー来てるけどブレイクスルーがあるからな。正直回復はしなくて大丈夫なんだよね。でもう1回練習して、で最後にブレイクスルーしよう。もちろん決勝まで行くのが前提だけど。いや待って、何を上げていいんだか分かんない。アーティストちょっと無理だ、めった打ち取ろう。今日のマネーとこ取っちゃおう。連打とか内角も取ってねえし。今回のね反省点を生かして、あとは裏側でちょいちょいやって、まあなんかこれだっていう編成がこう思いついたらまた動画にしていきますか。あとあれだね、ミッキー使わないとね。ミッキー俺ちょっと550ないでね、まあ、ギリギリでもないけどちょっと500位からあぶれちゃったんで、ミッキーはプラス3ですね。一応プラス3のこういう発動までは持っていくことができたんで、まあミッキーもね得意練習1個しかないからね。回答で得意練習2種類になってるうちにちょっと使ってみましょう。ただミッキーはねトリックスターか一番槍、骸骨をね用意するのが難しいんだよね。雷、パワーヒッター、ちょっとパワーヒッターください。まずはコツ、キャッチャー一番いらねえ。で伝説のさよなら男だよね。伝説のさよなら男って何使うんだ、技術使うのかな。技術使ってくれるとすげえありがたいんだけど。7位1人だったらちょっと筋力まかないきれなかったか。0対0で迎える2回です。ノーアウトランナー一塁という場面で宇都宮初球打った、センターへ飛んだ、ヒット宇都宮。そして負けたらもう金徳も何もないからな。この回のトップバッターは宇都宮。あー待て、打ちました、初球打ち取りました。これでもっと切れて欲しかった。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で宇都宮。おリベンジが発動してんね。投げた、リベンジ完了。眉村、さてじゃあ最後ブレイクスルー使って、で走塁か、悪くないね。ちょっとメンタルも一応見るけど走塁だな。あスカウトさんがいた。で伝説のさよなら男と、技術だね。無理だ、アーティスト無理だ。ちょっと今回諦めよう。さよなら男、ああまあ技術か使うのは全体的に。肩、肩が B にしよう。 B にしよう、何気に余ってんだなんだかんだで臨床余ってんな、あげよう。で呼吸も B にしとくか。アベレージヒッター直取り、他
バントあんまりバントとか必要ないけどな。本当に技術使うやつ。ああインコース一応取っとこう。でエピローグポイント的なもので内角質は取りますか、まあ、一旦これで置いときましょう。ハローってどういうやつだっけ。スプリットはボール。基本的になんかストレート狙っていけばいいような気がしたんだけど。打ちました。痛烈。4回の裏。いや今ナヌークいなかった。キャッチャーナヌークだったよね。宇都宮ボール。第2球投げた。うわー。ボールを掴んだ。アウトです。一塁。6回の裏。街道攻撃に入ります。この回のトップバッター。これはボール球だったね。無理くり打っちゃったけど。宇都宮ツーベース。満塁。あ、やっぱナヌークだ。ツーアウト満塁という場面で宇都宮打ったこれは強烈。どうよ恐怖の満塁男。街道。カツ丼5杯にやられたけどね。あと俺街道ねまだ9000点やってないんだよね。強化された時にやろうって思ってたんで。何回かやってれば行くと思うんで。8400。まあこんなもんでしょう。でアーティスト取れないから内角は取っておく。やっぱり肩は A 欲しいな。サードだからね。でかつ早急。本当は20丸まで持ってきたいんだけど、そうすると経験点的にバランスが悪そうだから、一回技術をこれで吐く。いやもう技術と精神だけになっちゃった。技術と精神だけとか、精神を吐かないといけないのか。300あるからね。あ、チャンスメーカーとかいいね。他タイエースか。タイエースも取ろう。いぶし銀高速チャージ。気分屋も絶対いらない。気分屋ってさ、なんか仕様変わった？1球投げるごとに調子が変わる説が今出てるんですけど、ムード取っとくか。やっぱ技術余っちゃったよ。100以上余ったな。まあそんな感じでもうちょっと研究が必要っすね。強化街道技術が余りすぎたのと、まあ、今回7位がねちょっとパワー表くんなかったのは想定外だったんで、まあ、そういうところもあって、まあこんなもんですけども、やっぱりまあ9000いくかどうかっていうところが平均的なところになってくるのかな。ちょっとよくわかんないけど、だから今名強とかもね出てるんで、名強と比べて絶対強化街道の方がいいかって言われると、まあ、そういうこともないと思うんで、やっぱね後に出た高校の方がね全然強いんで、まあ、だからね街道に限らず他の高校もね強化とか常設にしてくれて全然いいと思うんだけど、まあ、今のところそういう動きはなさそうなんで、まあ、一応強化街道中は、集中的に、強化街道をやっていきたいと思います。まあそんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。